こっちが行けるなら、こっちが行けねえってことはないだろ。行け。障害物、インに寄せて。なかなかやるじゃない。波の走り屋じゃないね。食いついてくる。そうでなくっちゃ先の楽しみがなくなるわ。どこまでついてこれるかしら。まだまだこんなもんじゃないよ。私たちの本気は。キッチー、乗れてないぜ俺。乗せられているだけだ。これじゃジェットコースターと同じだ。自分でリズム作れてないから怖えのなんのって。だけどここで離れたら絶対に追いつけない。こらえろ。コースを知らないってのは想像以上のハンデがあるんだな。集中力を切らしたら壁に張り付くか谷底行きだ。さすがに今評判のアキナの86だね。そう簡単にちぎらせてはくれない。これからよ。右かと思えば左の薄いのコーナーの恐ろしさは。次右手前よ。 OK。 早い。クソ、でも離されてたまるか。相手が曲がれるなら俺だって食いつかれてる。なぜ私乗れてない。さゆき、そんなことない。マコの調子はいいよ。だって後ろにぴったり。あんたはミラー見るのやめな。リズムが乱れるからね。後ろの動きは私がバッチリチェック入れてるから大丈夫。まだ始まったばっかりでしょ。楽しまなくっちゃ。最高のバトルじゃん。わかった、任せたわ。佐伯、そうよ、パートナーを信じなさい。
マコと私は薄い最速のベストチームなのよ。膨らんだ。バンバンが吸った。くそ、離されてたまるか。これだけハイペースについてくるなんて、マコは絶好調なのに食いつかれてる。なんてやつなの。マコ、もうすぐ C の121だからね。勝負をかけるよ。あそこだけは入り口から目いっぱい流していくよ。ガツンと一発かましてやろうよ。この薄い峠で一番難易度の高いコーナーで。わかった。そういうことね。見せつけてやるわ。入り口から出口まで振りっぱなしで。私と同じスピードで突っ込んでクリアできたやつはまだいないからね。来た。シルエティだ。マコとサユキだ。後ろにもいるぜ。誰だ。バトルしてんのか。86じゃねえか。なし、派手に行こうよ、マコ。ゴー。突っ込んだ。知らねえぞ、マコと同じスピードで突っ込むなんてとんでもねえバカ野郎だ。 C の121の難しさが分かっちゃいねえ。基礎度胸だけでクリアできるほど甘いコーナーじゃねえぞ。いい根性してるよ。マコに食いついて突っ込んでくるとは。そのスピードで入ってしまったらもうごまかしは効かないからね。 C の121は中間が広いけど出口は極端に狭い。ラインがたくさんあるようでクリアできるラインは1本しかないのよ。乗せてこれるかしら。初めてのコースでこの1本に。相手に選んでしまった。この峠のリズムが分かってきた。自分のリズムで走れている。残りのコーナーの数が少なくなってきた。だけど最後まで気は抜かない。攻めて攻めて攻めまく。悔いだけは残さない。薄い峠最速のプライドにかけても。そんなバカな。あの86がすごいのは初めから分かってることじゃない。でもね、これが最後のバトルだって決めたんだから。
だから私たちのベストを出し切らなきゃ終われないでしょ。何をおじけづいちゃって。今の佐伯は最低だよ。助手席に置いてある荷物だよ。え、荷物？ええ、そうよ。パワーウェイトレーションを悪くするバラストだよ。ハンドル持つと人が変わるんだから。私がバラストとは何よ。ナイスバディだけどデブじゃないわよ。デブじゃ。だって49キロのハンデじゃない。47キロ。そこまで言われちゃ黙ってらんないわ。行くわよマコ、死ぬ気で攻めなさいよ。そうこなくっちゃ。よし、次のコーナー陰側の岩にぶつけるくらいの気合で切り込んで。オッケー佐伯。後ろの車に気を取られすぎて自分本来のペースに乗り切れなかった。どっかでいくら強敵でも私たちについてこられるやつなんかいないと思ってた。でもやっと目が覚めた。意識を後ろにばっかり向けてて早く走れるわけがないよ。もうバックミラーなんか二度と見ない。ここは流して。違うのは3つ先のコーナーだから、ここは気にせず全開。オッケー最近。これ以上行かれたらこっちはもう限界超えちまう。今でさえ4つのタイヤ目いっぱい使ってズルズルもんなのに。くそ。
証拠がついてこない。なぜ？やばい、マコ、これ突っ込みすぎ。お願い。